スマートメーターをアイセグ2に登録する方法です。メニューをタッチしてメニューバーを表示します。設定をタッチして設定画面を表示します。上部のタブから機器登録・設定をタッチします。スマートメーター設定をタッチします。スマートメーター登録をタッチし、新規登録画面を表示します。電力送配電会社から通知された認証 ID とパスワードを入力し、登録をタッチします。登録が終了すると、登録完了しましたが表示されます。